お年前のクエ。皆さんこんにちは、トミックです。俺はね、2年ぐらい前にクエをさばいたんですけども、クエって皆さん知ってますか？超高級魚なんですよ。ちっちゃいクエもあるんだけど、もうよくみんなが食べてるクエっていうのはね、もう2、30キロの超でかいクエみたいなのがデフォなんですよ。なかなか値段も高いし、重いし、食べきれないしっていうので、もうね2年ぐらいねクエをやってなかったんだけども、今日ね市場であるものを見つけたんですよ。まあもう見えてるけどね、10キロのクエの頭を買っていきました。この頭だけで約10キロあります。今回はクエの頭でございます。10キロないぐらいのデカさなんですけども、だから本体で言うと2、30キロあるわけですよ。これが身にくっついてるんですよね。ほらやばくない？クエもね、結構頭とはいえ身がね結構残ってるんですよ。せっかくなんで、まあ市場でねクエの頭がボン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 ってこう山積みになって、まあクエもいいなと思ったので、今回はクエの頭だけを買ってきました。いや頭だけだったらね、うちでもキッチンでもさばけるからね。これね、本体とかになると絶対さばけないっていう感じでやっていくんですが、クエの頭、本当はこう、わかる？真ん中からカブト割りをして、でそのままあら汁にするんですよ。カブト割りできるサイズじゃなくねって思って、こんだけでかいんだよ。こんだけでかいと絶対に骨も硬いでしょ。この状態でのカブト割りはね 95% 不可能ということで、さばいていくんですが、なんかマグロとかカジキってちゃんと頭のさばき方あるんですけども、いかんせんね、こういうタイプの魚ってさばき方がないんですよ。なぜなら真っ二つにするからいう感じで、困ったな。マグロとかと同じ感じでいいかな。なんかこう上取って、頬取って、目ん玉取ってみたいな感じでちょっとさばいていこうかなと思います。ここまでね、すき引きされてるんですよ。なんで頭これ全部一回すき引きしようかなと思って、このくらいのサイズだったらすき引きできるかなと思うので、やっていきたいと思います。結構すき引きしやすいな、クエ。サイズの問題もあるのか、すき引きが非常にしやすいですね。すき引きしやすい。やばいな、あっぶね、手切るところだった。あー、これ包丁がダメになりそうだな。マグロの、脳天みたいな感じで剥ぎ取ります。うわ、包丁がダメになりそう。ではデバチェンジ。なんで俺刺身包丁でやったんだろう。はい、脳天片っぽ取れました。マグロと違って硬い。こりゃ市場に出回らないわけだ、このクエの頭なんて。で、切り取れない部分の、ここ鱗、これはすき引きで取ります。鱗も硬いからな。はい、やっと取れた。これだけでこれだよ。何、肝くっついてるとかウケるんですけど。君たち U フェスで僕と握手。クエの肝って食えんのかな。内臓付きか、これ。内臓と油分付きだ、これ。うまいことグラム数持ってかれたな。皆さん、これが市場の闇ですよ。こうやって内臓とかをつけてね、グラム数を重くしていく。これだけで1キロあるんじゃねえかな、この内臓だけで。基本市場ってキロいくらだから、これでそりゃ高くなるわけだ。骨がこんだけ太いんだよ、断ち切れるわけないやん。これすき引き対象じゃねって思ったけど、下の肉まで切れそうなんで、下の肉まで切っちゃいます。うーわー、これもう、これうっそ、ちょっとしか包丁入れてないのにもうこれすき引きになってる。やば、相当でけえ。ほら、めちゃめちゃすき引きしやすいこんだけ包丁入れても身に届いてない。でも頬肉はいったぞ、うまい感じに。いったいったいった。マグロと同じ感じで切ったら一応切れました。てか、やば、皮厚、やばくない？一応目玉からの汁は出ないと。でかすぎるクエの頭ってマジで使えないよな。頬と肉の色違うし、ほら
頭と頬の肉の色が違う。頬肉はね、剥ぎ取れるの分かったんで剥ぎ取ります。うわー、これ終わった後研がないとな、死ぬわ。胃袋でけー、クソでけーな。これなんかに使えた気がする。ちょっと後で調べてみます。あと喉元だね、喉、ここ、これも、食べられるみたいです。喉元が折れない。逆に骨を取るのを諦めよう。電のことがないと無理だよ、このクエ。目玉の方も取ると。やばいんだけど、マジで。マグロデートも大体これで終わりなんだよね、さばいたところ。ここなんだけど無理だよ、絶対無理。カブト割りできなさそう。一回チャレンジしてみます。お、一応唇はできた。唇は、唇まではいった。頭をさばいて部位分けして、これぐらいの食べられるようになりました。あんな10キロあった中で食べられるのこれだけっていうのもなかなかね、本当に市場の闇ですわ。あの夜光貝とかさ、2キロとか3キロあるんだけど、食べられる身がさ500グラムしかないみたいな、そういう感じだよね。これをね、食べていくんだけど、ちょっとねやっぱり刺身で食べるのは抵抗あるんで、全部湯通しします。胃袋も湯通ししたらめちゃめちゃうまいらしいので、まずこれのぬめりを、洗って落とします。洗ってしっかりとぬめりを落としたら、鍋の中に入れて沸騰させます。よし、あと肝も一緒に湯通ししちゃいます。肝と胃袋を茹でてる間にこの皮、これをね剥ぎ取ります。皮は多分ね簡単に剥ぎ取れると思います。鱗を引いてあるやつは、このまま茹でます。胃袋はね、あのこの氷水で、うわ、締めます。頬と喉元の身の方には塩を揉み込ませて味付けをします。できました。肝、胃袋、頬で喉でございます。あら汁かなって思ったんですけど、意外とね普通に味付けして湯通ししてポン酢で食べるだけでもね美味しいらしいので食べていきたいと思います。まずはね、胃袋いただきます。スモークタンのような食感で味はさっぱりめだからすごいね美味しい。肝いただきます。肝濃厚かなって思ったんだけど意外とさっぱりしてる。よりクエにハマったかもしれない。いや、クエはうまい。ポン酢とめちゃめちゃ合う。魚のうまさの中で言うとトップ10には入るうまさですね。本当に上品。もっとこのレパートリーとか本体の身の部分とか含めたらなんか美味しい料理が作れるなと思いました。さすが高級魚ですよ。なんかコメントにクエやってーってコメントがめっちゃあったらやります。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。このビデオいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。俺のインスタの DM に送られてきた質問、お悩みに答えるコーナーでございます。どんどん送ってきてください。ぬいぐるみが大好きでどこに行くにも一緒です。家族や友達も心配しています。20代前半なのですがこのままで大丈夫でしょうか。いや別に、何が逆に問題なのかっていう話だよね。もうぬいぐるみと一緒にいるのが趣味だったら別にぬいぐるみといてもいいと思います。別に問題はないと思う。だって世の中の女性だってダッフィーが好きだっつって言ってずっと四六時中ダッフィーのぬいぐるみ持ってる人もいるわけですから、そこはね心配しなくていいと思いますよ。堂々としましょう。ミクさんの食べてるところを見たいので一口だけでなくもっと食べてる動画を見たいです。なんでなんか最近でもないけどもうここ2年ぐらいそのあんまりこうなんみたいな部分をカットしてるんですけど、まあ、なんでカットしてるのかっていうと咀嚼音がうるさいみたいな。カメラのマイクがねいいのかすごいね、普通の時は本当に普通なんだけど咀嚼音がすごい聞こえるみたいな、それがすごいなんか嫌だみたいなコメントがすげえあったんですよ。だったら口に入れた瞬間にもうその咀嚼音系全部カットしようと思って全部カットしてます。本当はでも俺も入れたいんですよ、楽だしね。ただやっぱそういう背景とかあるんで消してますね。あと食べてるところをたくさん見たいって言うけど、プロ YouTuber がさやっぱ生き残るにはこう食系、もう今食系だもんね。体系的に厳しいよな。ご出身はどちらですか。生まれは岡山県で、育ちが千葉県。
そして現在は東京都の方で活動しています。今回はここまで、最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらね、コメントと評価、チャンネル登録よろしくお願いします。